はい、ハンマー家の本家のハンマー岩尾先生です。ですね、人間のね、大学名誉博士までですね、博士号までですね、義務教育、小学校、中学校、それから高校、大学ということで入試で、で卒業で、非常に大変です。で上野生物のこの私半間岩尾先生本物貴族でも大変でした。一応高校までに和光大学文学部の勉強を終えて、それから神奈川工科大電機を卒業し、大学の先生もしてですね、資格を取って、卒業してます。でね、非常に私でも上野生物の知能の半間岩尾先生でもとても大変でした。で人間の場合はね、テレパシーでカンニングして卒業していいんですけれども、私の場合は自分で全部覚えるということですね。テレパシーで仲間同士相談してね、試験登板することは許されてます。全部じゃないですけどね、完全にそういう脳波でカンニング、頭の中に携帯電話誰でも入ってますからね。でテレパシーで卒業してもいいわけですね。であんまり計算みたいなのはできませんからね、あんまり早いものはね、自分で思いはできません、大学卒業でもね。で非常にね、人間の学校というのは大変なんです。私も大変でしたけれども、社会でも非常に大事です。勉強をねできるように訓練しておくのは大変なんですけど、社会に出てね、だいぶ行きますと、学校の勉強、義務教育から大学の博士号ね、名誉博士号までね、勉強しても子どもの勉強ですね。社会に出ると実際はもうそれで溺れて一生を終える人いますけどね、学校の学位がねすごいもんだと社会で言う人結構多いんで、使い物にならないのばっかしいるわけなんですけども、地球の人間ではね、実際は学校の全ての家庭の勉強はね、社会では役には立ちますけども、基礎なんですね。基礎学ですね。基礎学に過ぎないわけです。基礎学に過ぎないんです。それでね、基礎学なんですよね。で、ですから私なんかもうどんな実用の学科の博士号は全部卒業しちゃってますもん。簡単ではなかったですけどね。人間のね、大学の課程はね、いろんな学科ありますけど、総合的にね利用しながらね、事実上はね全部卒業しちゃってます。大学の博士号全部卒業しちゃってます。どんな学部でも卒業しちゃってますよ、事実上はね。ね、免許は持ってませんけどもね、全部はね。で、そういうことで、で、なおかつ、もう、済んじゃってますから、追放されてますね。我々の、私が卒業した神奈川工科大、電気科大学の先生にも、の勉強もして、卒業してますけども、その時に、吉川さんっていうね、学長の副学長ですか、付き合いもよくしててね、たんですけども、追放されてます。お前はもう、偉すぎて、ね、っていうか、関係なく、もう、免許をもう出さないよって、大学卒業の証明書を出さないよと言ってきております。学長になったのかな、わかりませんけど、吉川さん、私が大学で習った教授ですね、副
副教授みたいな、ね、地位で、副学長か、副学長、ね、学長の次に偉い、ね、でということで、こちらはあの、住んでる、ここ住んでる鉾田市にもあの同じ習ってた教授がいますけど、まだ生きてると思うんだけどね、中央公民館の囲碁将棋部なんか行った時にちょうどいたんでね、私はあのマスター労働組合の将棋の名人なんか取ったりしたことあるんで、また東大のね将棋部の、師匠やったことあるんですね。私あの東大、まあ家3人とも東大でしてね、じいさん2人ともおじもあの東大卒業してまして、東大の取締役やって、あの小松製作所ブルドーザーの大きい会社の一番あの取締役やってましたけど、みんな東大なんですよ。で私もまあ違う方法でしたけど東大以上勉強したんですね。で学生時代ね、そういうことでね、学校の勉強は大変難しいけども、社会では基礎ということでね、大事な基礎ということなんですね。もっと勉強ありますよって言って、大学のね、あの家庭博士号とかで、それであの昔のこと言ったってしょうがないんで、社会ではそれは基礎だけだからね、それだけじゃ通用しないんですね、ということをぜひ知ってください。もっと勉強しないといけないんです。まあしかし大変で、だからその学校レベル並んだことを進めてもよろしいよというね、それで食ってってしょうがないですよとね、学校で大学でまで家庭で教わったことを教えててもいいんですよと、それだけ難しいから余分なことを書いて間違えるから、そういうことなんですね。だから私以外は学校大学以上上の勉強は教えてもらえない。